俺のマジックショーがムーン京極風と。どうもどうも、京極風とです。お願いします。ちょっと僕普段漫談やらない、初めてなんで、時間計らせてもらっていいですか。あれだ、明るい。何やあいつ。いやね、やっぱりね、最近の日本もう全然ダメです。政治とかも腹立つこと多いですわね。政治がもし目の前おったらもうこうですよ。え、何やその話。こうやっちゃいますよ、ほんまに。やっぱね、政治家以外でもね、腹立つの。タクシー運転手、タクシー運転手ね、初対面のくせに自分が年上やからって、タメ口のやつ多いんですわ。タメ口のやつ見つけたらね、こうやってさ、何なんそれ話。え、10円でも、消しますよ。あ、消す、あ、こっちが消っちゃった。何やねん、そのマジック。何？あ、やった、もう一枚あった。よかった、もう誰かが読み込んでってやろうから。もう一枚。皆さんもね、まあ、腹立つこと多いと思うんですけど、やっぱり世界っていうのはね、そういうもんです。理不尽なもんですからね。ちゃんと隠す。皆さんね。取られんで。ちゃんと文句ばっかり言わずにね、腹が立つんであれば、ちゃんとこの自分の、意見とか、そういうの言ってみんなで変えていこう。ただ文句を言うんではなくて、急に熱い、だから皆さんもね、これから、4月ですから新しい社会に、ね、入っていくと思うんですけれども、なんでそんなつけてんの、だからまあ初めまずね、上司とか、その教えてくれる人とか、そういう人間にムカつくと思うんですけれどもね、そんなやつおったらね、言ったったらいいんですよ。これなんか言えや、お前ずっと殴ってばっかり。何やねん、あいつ。こっちおったらこっち、そりゃそうやろ。おい、なんかできた。アホや、なんかできたよ。違う、時間。お腹空いちゃった。あーあーい、わかびや。完璧にやったんじゃん。完璧。あ、まあ、マジックのとこだけやな。まあね、まあまあ、1分半でよかった。そうやな。めっちゃ政治のこと話す時間あったもん。よかったです。弱いサンボマスターみたいな時間。あと投げすぎてドキドキしたけど。いいでしょう。何がやねん。ビッグドンテマース。無重力やから、無重力やから。その昔、令和という時代がございまして、そこで私、落語をしてた身でございますが、ある日落ちてきた隕石により人類の大半が滅びたわけでございます。故に私は何よりも隕石が怖いんですね。令和よりもさらに昔にも人類がいて怖いものがあったようで。はい、はい、枕割った。枕割りました。人間誰でも怖いものってもんがあるだろう。いいや、ちょうどやん。はっちゃんは何が怖い。俺は毛虫が怖い。俺はオケラだ。オケラのやつはゴミダミをほじくって出てきやがって、俺はオケラが大嫌いだ。たまにビームとかも飛んできて、宇宙やから。サンちゃんは何が怖い。それでもやんねん、落語。俺かい。俺はムカデが嫌だ。俺にあんなに足がたくさんあったらどうしよう。
わらじをこうたっていくら足掛けるかわからねえ。ちゃんと気をつけて。ムカデにだけはなりてこねえ。ところでせいちゃん、お前さっきから黙ってるけど、おめえにも怖いもんってのはなんだい。怖いもの？そんなものはこの俺様にはねえ。生意気なやつよ。人間はな、万物の霊長ってくれるもんだ。動物の中で一番偉いんだ。その人間様に怖いものがあってたまるかい。俺には怖いものはない、断じてねえ。素晴らしい。尺に触る野郎だね。嫌いなもの一つねえなんてよ、なんかあるだろうよ。例えば蛇なんかどうだい。蛇？蛇なんか怖くねえ。ここはちゃんと聞く。蛇なんか俺は頭の痛い時に頭に泣いて寝るんだ。あいつは向こうで締め付けてくるからとっても気持ちいいんだ。ここはちゃんと聞こう。じゃあトカゲや、ヤモリなんかどうだい。トカゲ？ヤモリ？あんなものは俺の串焼きにして食っちゃうんだ。アリなんかもごま塩にして食べちまうんだ。少し動いて食いにくいけど、塩にまず食べるとうめえもんよ。本当に尺に触るやつだな。じゃあいいよ、虫やなんかじゃなくてもいいから、なんか嫌いものねえのかい。そうかい、それまで聞いてくれるかい。それなら言うよ、俺はね、UFO だ。ちげえ、嫌いなものなんかじゃ、本当に UFO なんだ。これはたまったもんじゃねえ。このままじゃやられちまう。戦え。このままじゃやられちゃうぞ。なんだこの妖艶。なんなんだ相手は。行け。さすが。連れ去られる、連れ去られるよ。やばい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 。あぶねえ。死ぬのがなんて言って、俺は宇宙人なんて怖かねえよ。俺が怖いのはまんじゅうだけだ。素晴らしい。うわーい。めっちゃ良かったんじゃん。いや、まあ、そのすごいやろ。ちゃんと落語できてたしな。できてた。うん、できてた、できてた。あー、いいですね。いや、これは良かったな。え、落語って登場してくる？いや、落語、まあ、一応登場すんねんけど、若干無重力感。若干しか無理だし。あ、これ、あ、でも撮ってもいい。そのなんか、まあ、ここが枕やから。え、これさ、せいちゃんやんな。うん。格好つけてるみたいな感じ。宇宙落語かや。